エクトル・チュンピタスは、ペルー出身のサッカー選手、サッカー指導者。テオフィロ・クビジャスや、ウーゴ・ソキルラと共にペルーサッカー史に残る選手の一人として知られる。2度のフィーファワールドカップや優勝した1975年のコパ・アメリカでキャプテンを務め、ペルー代表で初めて代表100試合出場を果たした。国際サッカー歴史統計連盟からは、 ダニエル・パサレラと並び20世紀における南米で35番目に偉大なサッカー選手に選ばれ、2011年にはコパ・アメリカの歴代ベストイレブンにも選ばれた。19歳の時にペルー2部リーグのクラブに加入し、1964年にデポルティーボ・ムニシパルへ移籍し一部リーグデビューした。1966年にウニベルシタリオ・デポルテスへ移籍し、コドリーグ優勝を手にした。 また、1972年には、ペリューのクラブで初となる、コパリベルタドーレス決勝に出場した。1973年には、バルセロナで行われた欧州選抜対南米選抜の試合に、キャプテンとして出場し、PK 戦の末勝利。この試合によって、エルキャピタンでアメリカという愛称がついた。1975年には、メキシコのクラブである、 CF アトラスへ移籍した。1977年には再びペルーへと戻り、スポルティングクリスタルに加入。引退までにサンドリーグを制した。1984年に現役を引退した。ペルーリーグでは通算456試合に出場して65得点を挙げ、DF におけるリーグのトップスコアラーとなっている。1965年4月3日。 パラグアイ代表戦でペルー代表デビュー。その1月後には 1966FIFA ワールドカップ予選にも参加したが本戦出場は叶なわなかった。その4年後にはペルーを1930年以来8大会ぶりのワールドカップ出場へと導いた。1975年のコパーアメリカで代表初タイトルを獲得。1978年には自身二度目となる。 ワールドカップ出場を果たした。1982年ワールドカップの予選後に代表を引退した。ifscen, tury, electi, onsrssf.com ハットフォトコン、so, ビボールプソ A ダンエリアス enl1 スイストリコでコパアメリカ ferplei.com ハットワールドサッカー s t h e h e l g r e a t e s t f o o t b a l l e r s o f a l l t i m e r s s s f c o m ありがとうございます。